つながロッタは、コナミデジタルエンタテインメントが2016年に稼働を開始したメダルゲーム。2018年4月27日には2作目、つながロッタアニマと虹色の秘境が稼働を開始した。アニマロッタ、カラコロッタに次ぐアニマが登場するシリーズ3作目の物理抽選ゲーム。各サテライトは、標端の形のようになっている。 半円の放射状にサテライト8台が設置され、その中央には16個のポケットが設置されている抽選機がある。また、壁面のスクリーンは可動式となっている。抽選されたボールはカラコロタのように即時回収される。一部のゲームではサテライト側で役物が移動するため、配当を得られるポケットがリアルタイムに変化するため、リーチの表示も移動する。 通常ゲームでは各店舗ごとの抽選を行っているが、ワンダーチャンス以降は全国のゲーム機を通信させてランキング集計を行い、さらにジャックポットチャンス以降は全国抽選を行っている。JP チャンスとジャックポットチャンスファイナルの2つで粉見つながろったスタジオから全国に配信されている。また、全国通信で行う店舗間の対戦イベントなども様々ある。 1>, 1ゲームにつき抽選されるボールは9個で、4球目と5球目の間にビンゴトレジャーのシンキングタイムがある。ラインボンバー爆弾を爆発させて、ブロックを消し、パネルを獲得するゲーム。アニマロッタのチェーンボンバーに似たゲーム。ビンゴトレジャー 4X4 ビンゴカードでビンゴを作るゲーム。アニマトレイン抽選ステージ上の円形の線路を走る列車にボールを入れるゲーム。 ほれほれスプラッシュドリルで穴を掘り噴水を掘り当てるゲーム。もぐもぐレストラン料理を完成させて、アニマに食べさせるゲーム。シークレットゲームとして、もぐもぐスイーツパーラーがあり、アニマップを使って解放することで、プレイできる。1では、アニマロッタ、カラコロッタと、同じく、ワンダーステップを7ゲーム目までに7個。アニマと虹色の秘境では7ゲーム目までに1個でも、 ワンダーステップを集めると、ワンダーチャンスに入る。ワンダーチャンスは、全国のプレイヤーで同時に行うという仕様上、6ゲーム目までにワンダーステップを集めても、ワンダーチャンスは8ゲーム目からの3ゲームと、固定されている。6つのビンゴカードが配られ、1ラインでもビンゴしたら次のビンゴカードにチェンジする。中にはすべて同じ数字のチャンスカードが出ることもある。 3ゲームでの合計成立ラインが全国上位20位、ラッキーランカー4名、最下位1名の合計25名がジャックポットチャンスに進出する。また、参加者全員にライン成立ごとの配当がある。ジャックポットに関連するイベントとしてドリームバトルとキングチャレンジの2つがある。ジャックポットを獲得した場合、特殊アイテムを入手できる。ありがとうございます。